皆さんこんにちは、荻原と申します。今日はひやりとしたけれども守られた話というテーマでお話をさせていただきたいと思います。1年ぐらい前のことなんですけども、私はですね、軽い事故に、遭ってしまいました。それはどういう事故だったかというと、横に立ってた人がですね、私が横にいることに気がつかず急に向きを変えて突進してきたためですね、その人のおでこがですね、私の頭の横にぶつかるというような事態になってしまったんですね。で、まあ大したことはなかったんですけども、軽い脳震盪を起こしてその場にしゃがみ込んでしまうような状況でした。で、その人はですね、立ち去ってしまったので、名前も聞くこともできずですね、会社に戻りました。で、上司に相談したところですね、そういう場合は労災も難しいだろうし、またそのぶつかってきた人に請求するのも難しいだろうということでした。で、なんで私は何も悪いことしてないのに自分でお金を払って病院に行かなきゃいけないんだろうななんて考えてた時にですね、思い出したことがありました。それは、その事故の多分1年半年以上前からだったと思うんですけども、何度も何度も同じ思いがですね、私の中に湧いてきたことがあったんですね。それはどういう思いかというと、それこそまさに頭をぶつけるというような思いでした。それも横からですね、硬いものにぶつけるっていうような思いが何度も何度もありました。でもそれは一体どういうことなのか全く分からなかったですし、またどうしたらいいかも分からなかったので、そのままにしていたんですね。で、あ、このことかってですね、それを思い出して、神様はですね、その私がですね、頭をぶつけるようなことが起きるから祈っておきなさいっていうふうに教えてくださったんだなっていうことをですね、その時やっと私は気がつきまして、で、ちゃんと祈ってなかったことを悔い改めました。そしてまたですね、感謝しました。横からですね、人がぶつかってきて頭を強打してしまったこと、また自分でお金を払って治療に病院に行かなければいけなくなってしまったこと、また頭が痛いこと、そのことですね、一つ一つ神様の前に出て感謝しました。で、なぜこのようなこともですね、感謝するかと言いますと、神様はこの全てのことを感謝しなさいと言っておられるからなんですね。で、その全てのことっていうのは良いことだけではなく悪いことも感謝しなさいと神様は命じておられます。そしてその神様の示この言われることにですね、私たちが従うときに神様が働いてくださって、最善のですね、神様の計画を開いてくださるということをですね、聖書で教えてくださっているので、私たちは全てのことを感謝します。それで感謝してですね、病院に行きました。その時もですね、まだ頭が痛くて、で、この事故で何か大変なことが起きたらどうしようというですね、不安もいっぱいで病院に行ったんですけども、お医者さんはですね、私の話を聞いて、そして、CT ですね、スキャンを、撮ってくれました。で、その結果ですね、全く何でもないっていうことが判明しました。そして料金もですね、私が想像してたよりもすごく安い、この料金で、治療代というか治療も何もしなかったんですけども、で済んでしまって、もう大丈夫っていうふうにお医者さんにですね言われて、私は帰ってくることになりました。本当に神様が、守ってくださって、今も何事もなく過ごしています。本当に神様に感謝します。今日はですね、ひやりとしたけれども守られた話というテーマでお話をさせていただきました。今日も最後までお話を聞いてくださりありがとうございました。